はい、でもじゃあ、はい、でもじゃあ、韓国でシュプリームと、なんてっけオフホワイト、オフホワイト着てるやつ、大体パチも、あ、なるほど、うわ、オスロリー君と、いや、君でいたとは、せひらへぇー来ました、皆さん、韓国ですよね、韓国のヨンドン実弾、射撃場寒いな、寒いな。これなんと、これは偽物なんですけど、ここで実弾を撃つことができるという。出た、今日、ここ韓国で僕たち腕を磨いていきたいと思います。行くぜ。いいんすか、防弾ジャケット、マフラーで。お、かっこいい。あ、スウェットみたい。スウェットな。あ、何も聞こえんわ、声。本当に死ね、死ね、死ね。このクソが、チビ、チビ。誰がチビや。聞こえとるやん。まずね、リックンが撃つということで。彼はね、撃ったことあるらしいんですけど、うん、打ち慣れてるって言うんだけどね、うん、結構地元でもよく打つらしいです、うん、まあ絶対博多弁で喋るよりやな。なんかリクトさん、あの韓国来たのに博多弁で韓国人に喋りかける、ね、通じるわけないのに、うん、どうでした韓国自体は、うん、まあもう来ないですね俺は。もう来ないですよね、うん、多分ね。うおーすげえ、薬莢ぶっ飛んでんじゃん。うおーすげえ。おお、立石さん、立石、おお、立石とほぼ真ん中にあった。おお、結構真ん中当たってる。わあ、次は冷え製麺、冷え製麺いきました。受けるプチハルミュースター。トワ君は銃撃ったことあるんですか。そう、変わるでるよ。撃たれることはよくあるんですけど。よく生きてますね、うん、彼。ああ、やっぱリックの方が慣れてる。人打ち慣れてる。で、親ヒットマンだもん、ね。両親。ええ、もう親も。言っちゃいかんやん。あ、大輝来た。大輝来た。大輝、帽子似合うな、なんか。ええ。大輝の銃はルパンの銃やんね。悪さ。そうそうそう。アフレコしてよ。なんだよ、俺がやる気元気大輝。ね、おい、やっぱ実弾の動画見て面白いんかな。いや、分からん。それは俺は分からん。男の子は受け良さそうやけどね。結果発表。なんか点数があるみたいで、その点数をね、発表していきたいと思います。点数は真ん中に近ければ近いほど高いです。まずこちら、やる気元気91点。うわー、高い。こちらが90点でしたね。90点、はい、が92点。おー、1位のトワ君は何かあるんですか。ありますよ。ってことで、1番のね、トワさんの方から最後一言言ってから終わりましょう。すげえ。まあ、ということで俺は結構人打ち慣れてるんで、ちょっとデザートイーグルについて説明してください。デザートイーグルっていうのはですね、やっぱ、あ、はい。さい。